私のことどう思ってる？え、嘘、本当の本当に全言撤回とか冗談とかそういうのなしだからね。気が抜けちゃって、やだ、あんな。あなたって、ほんとずるい。こうやって、いつもみんなに優しくするんだもん。だから私のことも、仲間とか友達とか、その他大勢の一人なのかなって思ってた。最近は風花とかと話してるの見るだけでなんか気になっちゃって、いつから私心が狭くなったんだろうって自分が嫌になりそうで、だからあなたにはその私を見ててほしいっていうか、私だけ。部屋に入れたのバレないかな。大きな声出したら聞こえちゃうよ。あ、いや違う、何言ってんの。変なこと考えないでよね。ストレートに言うな、バカ。知らない。あ、そうだ、あのね、今日は渡したいものがあって、これね、私がずっと携帯につけてた編みぐるみ。本当はこれ、ムーンライトブリッジの開通式で売ってたマスコットなの。ずっと昔から大事にしてたんだ。お父さんが買ってくれたものだから。前はね、よく部屋でこの子に話しかけたりしてたの。結構ねぐらでしょ。でもあなたに会ってからいつの間にかしなくなった。でね、それをあなたにあげた意味を今から言うから、一度しか言わないよ。君が好きだよ。おしまい。我は汝、汝は我、汝ついに真実の絆を得たり、今こそ我ら汝に与え恋愛の究極なる力、汝がうちに満たされんこと。出かけて二人っきりで過ごしたいね。あのさ、そういう時間を今日ちょっと前借りしてもいいかな。もう少し二人っきりでいたいな。恥ずかしいよ。